町田さんすみません。昨日の夜中、うちの庭に集まってませんでしたか違ったら申し訳ないんですけど、騒音で寝られず迷惑だったんですが。はてめえ誰だよ鈴野ですけど。ああ、地味夫婦な。お前の庭広いから活用してやってるよ。ありがたく思えよ。ありがたくないです。全く。困るのでやめてもらっていいですか主人も仕事で朝早いですし。 そんなの知るか俺は別に早くないし。うちの庭でやられると、私たち夫婦の責任になります。ご近所さんにもご迷惑かと思いますので。知るかあんたらの事情とか俺には関係ないんですけど。私たちが気弱そうだからって舐めてますよね。でも勝手に庭に侵入して騒ぐなんて、不法侵入と同じですよ。もうやめてくれるのであれば、問題にはしません。これ以上は控えてもらえませんかなんで え、なんでってどういうことですかなんで俺が地味な仇のお前たちの言うことを聞かなきゃいけないの俺たちはそこの庭で集まりたいんだからさ、お前が文句言うことじゃなくない言ってる意味がわかりませんが、ここは私たちの家ですよ。勝手に入って騒ぐなんて不法侵入です。やめてくれないのであれば、やむを得ません。警察に通報しますよ。通報したら、俺たちの組織が報復するけど。はい報復とは やり返させてもらうってことだ。それでもいいの弱々しいあんたの旦那は、ちびっちゃうんじゃね何言ってるのかわかりませんが、実際問題これ以上は困るので、やめてもらえないなら、対処するしかないですよね。通報したら報復する。それでもいいならやってみな。まあ通報したところで証拠はないし、俺たちが捕まることはない。せいぜい注意されて、見回りの警官が増えるくらいじゃないかそれで報復を受けたいんだったら、仕方ないけど。 ちょっと、夫と相談します。それじゃ、あなたは辞める気はないということですよね。辞める意味が分かんないからな。せっかく隣に広い庭があるんだから、活用していかないと。活用って、人の家の敷地ですよ。そんなことしていいことかどうか、少し考えたらわかるのでは。うるせえんだよ、ジミーババ。お前らみたいな陰キャ夫婦はな、他人に搾取されて生きるのがお似合いなんだよ。 庭も家もめちゃくちゃにされたくなかったら、おとなしく庭を使わせて、菓子折りでも追加で持ってこいそんなことするつもりはありませんけど、少しは考えて行動した方がいいですよ。後悔することになるのは、そちらだと思いますけど。大丈夫だったの何かされたりしてない何もされてない。大丈夫。だけど、あっちも悪いと思ってないし、謝る気もないみたい。迷惑だな。 あの人たち、自称ヤクザみたいだよ。まあ、ただのドキュンだと思うけど。ヤクザだったら話が早いんだけど、ユキはもう危ないから関わらなくていいよ。俺が対処するから。そんなことして目立ったらどうするのせっかく新しい家に引っ越してきたのに、目立たずにひっそりと暮らしたいんじゃなかったもちろんそうだけどさ、迷惑かけられてまで黙ってられないし、俺が何とかすべきだよな。 流星に迷惑をかけないように私が連絡取ったんだよ。私が何とかするから大丈夫。あ、まずは本当にヤク者なのかどうかを確認しよう。もしそうなら話は早い。仇だったら絡むと面倒だからな。その場合は丁重にお話しするだけだ。そうだけど、おとなしくやめてくれればいいだけなのにね。なんで庭を勝手に使ったり、迷惑行為ができるんだろう。信じがたい行動を取る人間がいるものだよな。まあ。 そんなやつ腐るほど見てきたけど、せっかくそういう世界から離れたと思ったのに、今度はここでかって感じだな。これも試練だと思うことにするか。試練って、ポジティブだな。でも、わざわざ攻撃を仕掛けてくるようなタイプではなさそう。それは安心したよ。まあ、自称ヤクザっていうレベルだろうな。いいよ、とりあえず放っておこう。今後やめるかもしれないしな。そうだね。それを私も願うよ。 今日バーベキューするわ。はい庭使うからよろしく。事前に伝えておくとか、俺優しすぎ。マジでいいやつ。何言ってるんですかうちの庭でバーベキューするってことですかそんなの許可するわけないじゃないですか。困ります。勝手に集まらないでください。お前の文句なんて聞くわけないだろうが。今だから教えてあげるけどさ。俺たち、ヤクザなんだよね。そうなんですか。だから、ここはヤクザの俺たちが自由に使うけど文句ねえよな。 ちょうどよく隣の家があんたらでよかったわ。というわけで、バーベキュー始めます。夫がもうすぐ帰ってきますけど、その前にやめておいた方があなた自身のためですよ。何言ってんだかあのヘナチョコ旦那なんて怖くもないし。そうですか。わかりました。いい感じで燃えてるけど、参加したかったらどうぞ。お宅の庭広いから、今後もバーベキューで使わせてもらうわ。 俺たちヤクザだし、お前ら弱者は素直にうなずいとけはあ、同業者だったか。えもうお前らの態度には呆れた。これ以上は相手にできない。俺の方も仲間を呼ばせてもらう。何言ってんの同業者って。今の連絡は夫からです。生きて帰りたければ、すぐに庭を復元して帰って。ヤクザだかなんだか知らないけど、うちの夫は今は引退しているが、本物のヤクザなので、命を無駄にしたくないなら、早くして。 何言ってんだよヘナチョコ旦那が本物のヤクザそんなわけないだろうが信じる信じないはご自由に。でも、お前らどこの組と聞いてますけど。どこの組って何が保育園とかの組じゃないんだよ。ヤクザなんでしょじゃあどこの組なのか教えてくれるなんでそんなの教えなきゃいけないんだよ。うるさいよ聞かれて慌ててる時点でどうせ本物じゃないんだろうなってすぐわかるけどね。 まあ、実証クザでも何でもいいわ。どうせ無事に帰るなんてできないんだから。何言ってるんだじゃあ楽しんで。もう帰らせてください。本当にすみませんでした。スマホ使ってる暇あるならさっさと片付けな。うちの夫の本気を見せることになるわよ。庭を完全復元しなければ生きて帰れないなんて怖すぎます。全力で大掃除してるのに全然納得してくれないじゃないですか。 せっかく敷いた芝もダメにしたでしょその分は弁償してもらうつもりだけど、せめて今はしっかり整えてください。全然現状回復してないんだけど。申し訳ありませんでした。今後も夫の射程として、古き使われるだろうけど、自業自得だから仕方ないわよね。どう考えても自分の責任でこうなっちゃったんだからね。まさか、隣に本物が住んでるなんて思うわけないじゃないですか。引退してるとは言っても完全に本物だし、 仲間とか連れてきてる時点で本当に引退してるんですか引退して目立たないように生活してるでしょでもそりゃ昔の射程たちはうちの夫を慕ってるし声をかければすぐ集まる人はいるわよ。結局あなたたちはただの自称ヤクザだったみたいだけどね。すみませんって何回言えばいいんですかもう本当に反省してますよ。お願いしますから旦那さんを落ち着かせてください。仲間も怖くて泣き出しちゃったし、こんなんじゃ作業も進まないんですよ。 それは私に言われても困ります。あなたのこれまでの失礼な態度の結果でしょ自業自得なんだから、何も言えないんじゃないですか確かにそうですけど、庭に入るのって不法侵入ですよね。嫌がらせのつもりか何かでしたふざけるのもいい加減にしてくださいね。私はこれ以上対応しきれませんから、あとは夫に任せます。 旦那さん怖すぎるから助けてくれって懇願してるんですよ。お願いします。本当にすみませんでした。もう二度とこんなことがないようにしますから。当たり前ですよ。こんなことまたできると思ってますうちの夫を怒らせると怖いって分かったでしょ自分の身の程よく理解することですね。これ、片付けは一応終わったんですけど、帰ってもいいですか旦那さん今いないんで。他の仲間に物を借りに行きました。え、物ってそこで待ってろって言われたでしょ 正座して待ってろって言われてたんだから、ちゃんと待ってるしかないんじゃないですかしてますけど、これっていつまでですか奥さんもういいじゃないですか。許してくださいよ。俺たちガキのやったことですよ。ガキって年齢じゃないでしょう。いい大人がヤクザを語って、他人に迷惑をかけるなんて、子供より厄介ですよ。あなたもう30近いんじゃないのそういう地味にメンタルえぐることを言うのをやめてもらっていいですか確かにそうですけど、いつまでも青春って思いたいんですよ。 たまにふざけたらこれですよ。本当にもう二度としませんから、物を借りに行くって何ですか俺ら無事に帰れるんですよね。そう。まあ、無事ではないかもしれないけど、新居だし、庭を汚さないでねとは言ってあるから、まあきっと大丈夫でしょう。ちょっと待ってください。何ですかそれ。この後どっか連れて行かれるとかじゃないですよね。奥さんお願いします。家から出てきてください。助けてください。こんなの困るんですけど。見張りがいるし、逃げられないと思うわよ。 諦めてせいぜい星座でも楽しんだらこんな怖い思いするなんて本当に思ってなかった。心から反省してますから。そうですか。それは良かったです。まあ、私には関係ないですけど、これで報復なんてふざけたこと、考えられなくなったわね。報復なんてもうそんなの考えるわけないじゃないですか。本当に申し訳ありませんでした。それじゃあ、旦那が戻ってきたことだし、手にスコップ持ってるわね。えじゃあ、残りの時間を楽しんでね。 さようなら、クズドキュンさん。震え上がったお隣のドキュンと、その仲間たちでしたが、結局旦那さんに、庭の整備を朝まで手伝わされただけで済んだようです。ドキュンたちはヘトヘトになったそうですが、命は助かり、鈴野さん夫婦の庭は、見違えたように立派になったのだとか、ドキュンたちがその後絡んでくることはなく、お隣の町田さんは、鈴野さん夫婦には、頭が上がらなくなり、 小さなお使いなど、駒使いのように使われるようになって、完全にパシリ扱いされているんだそうですよ。町田さんは、周りのドキュンからも距離を置かれるようになり、こんなはずじゃなかったのに、と後悔しているんだとか、ま、当然の報いを受けたまでですよね。